キラ・バレンティノブナ、イワノワは、旧ソビエト連邦出身の女性フィギュアスケート選手。1984年、サラエボオリンピック女子シングルドーメダリスト。1985年世界フィギュアスケート選手権、東京大会女子シングル銀メダリスト。規定が得意であったため、コンパルソリーの女王と称された。インスブルックオリンピック男子シングル銀メダリストの、ウラジミール・コバリョフに支持。 1978年世界ジュニアフィギュアスケート選手権で2位となり同世代のエレーナ・ボードレゾワが怪我に悩まされるようになってからはソ連フィギュアスケート会期待の星となった1980年レイク・プラシッドオリンピックに出場し16位となった1981年の世界フィギュアスケート選手権では規定で13位だったがショートプログラムフリーで4位に入った 1982年秋には3回転マイナス3回転のコンビネーションジャンプを決めた。岩野輪は競技以外でも、話題を振り巻き17歳の時には、当時20代後半だったコバリョフコーチとの仲が取り沙汰された。このため、ソビエトスケート連盟は岩野輪を1981から82年からにシーズン国際大会出場停止処分を下したが、 処分明けの1984年サラエボオリンピックで銅メダルを獲得。このメダルはソビート連邦の女子シングル選手が獲得した唯一のオリンピックメダルとなった。1985年の世界選手権では2位に入り、1988年カルガリーオリンピックでは規定で1位となったものの、ショートプログラムフリーで失敗し7位に終わった。オリンピック後に競技生活から引退し、 アイスショーへの出演やコーチを行うようになった。2001年12月21日、岩の輪は自宅アパートで肉切り包丁で刺されて亡くなっているのが隣人によって発見された。岩の輪の死後、ロシアフィギュアスケート協会のチェアマンは岩の輪がアルコール使用障害にかかっていたことを明らかにした。ありがとうございます。